皆さん、こんにちは。とうこです。はい。木綿のハンカチーフをやるのを忘れてたんだよね。で、ごめんなさい。これ、歌いたい人たくさんいるかなと思って、はい。やっときたいと思います。お待たせりんこ。はい。じゃあ、やっていくよ。恋人よ。 ここリズム感よくね恋人よ恋人よってやるとあのー、ちょっと重いんで恋人よ人よってここん入れてちょっと軽やかにしてあげる恋人よ僕は旅立つ東へと向かう列車で 小さく「向かう列車でここも小さく」「僕は旅立つ」ここも小さく全部小さく地声でもいいですしうーんとファルセットでもいいよね裏声「僕は旅立つ」 東へと向かう列車で、華やいだ街で、君への贈り物。はい、ここでブレス。ここは好きなところでブレスしていいと思うんですけれども、好きなところでっていうか、まあ、あの適材適所でいいと思うんですけれども、ここはつなげる。 花やいた街で君へのでもいいんですけど、繋げた方が盛り上がるかなって。花やいた街で君への贈り物を探す、探すつもりだ。 別に普通に歌えばいいと思うんですよね、ここ。ここまでさ、ちょっと一緒に歌ってみよう。せーの。恋人よ、僕は旅立つ、東へと向かう列車で、華やいだ街で、 全体的に口開けるってことですね「だ」とかさ「だ」とかさ「さがす」とかさね華やいだ」ここ「い」以外全部えおんあのあお音あおんごめんあおんじゃないですかだから「口開ける」「響かせてください」っていうことを言いたいわけね作詞の方は。 作詞者は。だから、口開けてあげる。君への贈り物。ここもね、小さくでいいですよ。小さく。はい。次。いいえ、あなた、私は欲しいものはないのよ。ここ小さく。欲しいものはないのよ。 ただ、はい。ここ、ウィスパー。変 <laughs> な英語使っちゃった。ウィスパーね。ただ、都会の絵の具に。はい、ここ、絵の具難しいん、ね、だ。絵の具ってほんと、発音難しいよな。ただ、都会の絵の具に。グは、ん、ん。あの、ビダク音、ビダク音ね。 ってやらない方がいいから、絵は抜きましょう。絵も。都会の絵の具に、染まらないで帰って、帰って、ここ切るね。染まらないで帰って、ここ強く。ここは全体的に強く歌うよ。ここはアクセントつけると、染まらないで、 つまらないで、つまらないで、帰って、帰って、ここもこうやると、うん、音程を外さないで歌える。と思いますな。はい。いいせーの。いいえー。あ、口すぐ待って、待って。いいえーっていうふうにここ切らないでね。いいえですよ。 い,せーのいいえあなた私は欲しいものはないのよ小さくするの忘れたただ都会の絵の具に染まらないで帰って染まらないで帰ってはいこんな感じでとちょっとぶりっこ気味に可愛く歌ってあげると えけなげなね、純情な田舎娘、ね、を演じられるかなと思います。それが伝わりますよね。で、あの、2番以降は、あの、男の子が話すね、相手の方がね、話す、えー、僕は僕は、みたいなね、あのー、描写が変わってくるんで、ここで可愛さ出しとくと、ちょっとその、また男の子の、 悩みながらも成長していく彼は彼なりにっていうね、あの、ところの描写もしやすくなる。そうすると全体を、フルを通して表現力の高い、一つのね、短い映画見たみたいな、そういうようなあの表現ができるかなと思います。はい。ではここまでにしてソルフェージュ。 やっていいいきたいと思いますソルベージュって言っちゃったからもう先にソルベージュやるよ <laughs> はいじゃあまず OK かないきますね4分の4拍子で もう一回ねいけたかな正解は みどみれみァソみみソみれドレドドでした。レドレドドはいじゃあリズムの方は8分の6拍子お勉強していきましょう。えー、っとこれね8分の6拍子は 一小節に八分音符が、これがね、六個入りますよ。でこれで、一、二、三、四、五、六。で、一小節。一、二、三、四、五、六。で、一小節の二小節。勉強していきましょう。はい。読んでいくよ。たたたたたたンん、うーん。 たーかたたたかたかたんですね。これどうやってつなげるの ?123456123456 でやるとたたたたたたんうんたーかたた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 たん

たーかたたたかたかたんたかたかでもたたたでも自分が覚えやすかったらそれでいいです。はい。たたたたたたんたーかたたたかたかたんたたたたたたかたたたたたんたかたたたたかたんこう読んでいきますね。はい。 というわけで、えー、本日もご視聴ありがとうございました。またねー、バイバイ。